はい、どうもアンデュです。今回なんですけども、クリスマス限定のチョコケーキを食べていこうと思います。ちょうど撮影している日がクリスマスの日でして、公開される頃にはもしかしたら年越してるかもしれないんですけど、今回はクリスマス限定のチョコケーキをお家でぼっちで堪能していこうと思います。いただきます。はい、ということでここからはテレコでね、喋っていきます。まず最初に食べているのがイオンで売られている自社限定のクリスマスチョコケーキ4号、いちごダイス入りでございます。大半の部分がスポンジで、間にいちごダイスが入ってるって感じで、上のチョコホイップでチョコのボリューム感を演出してるというチョコケーキになっています。だからこそちょっと安く買うことができるのかなっていう推測でございます。それにしても小さなサイズとはいえ、ケーキのホール食いをすることができるってめちゃくちゃ幸せだなって思います。もうぼっちクリスマスですけど、そんなことは忘れていつも通り好きなだけチョコを食べていきます。本当にね、ボリューム感はあるので食べ応えは抜群でございます。とにかくケーキを好きなだけ頬張りたい方にはおすすめだったかなと思います。今気づきましたけど、奇跡的にお値段とカロリーが一緒という珍しい現象が起きましたね。なかなかそういうことないですよね。チョコをある程度堪能することができるんですけど、中のいちごダイスの酸味で味変になるので、そこもいいですよね。チョコホイップがねたっぷり使われている印象なので、甘さはかなりある方ではないかなと思います。甘みの強いクリスマスケーキなんですけど、チョコトリュフがめちゃくちゃ美味しいんですよね。口どけよくてビターで濃厚な味わいで美味しかったです。ああいう感じで断面はなっております。重量自体は 264g でして、あまり多いわけではないんですけど、それを忘れさせてくれるぐらい満足感がやっぱりすごいなと思います。ケーキ 1kg とか食べたことないので、ケーキを 1kg 食べてみたいなっていうのは今回ね改めて思いました。皆さんケーキといえば何派ですかね。やっぱりいちごのショートケーキとかですかね。僕はもうチョコケーキ一択で、チョコしか勝たんという感じで、どこ行っても気づいたらチョコ系のタルトとかチョコケーキとかを食べてしまうようなタイプでございます。もう今年はねめちゃくちゃチョコケーキ食べました。ここで実は奇跡が起きてしまったんですよね。奇跡というか、もうハプニングにも程があるんですけど、チョコトリュフが胸ポケットにインしてしまったので、ちょっとね中がめちゃくちゃ汚れて、もうちょっと萎えましたね。チョコトリュフが濃厚で美味しかったんですけど、まあ、幸せなひとときでもありました。ここからはファミリーマートの商品を食べていきます。ショコラノイルを食べていきます。切り株に見立てた食べきりサイズのロールケーキになっています。チョコクッキー生地でチョコダイスも入っているケーキなんですけど、製造メーカーは不二家でございました。甘いチョコとビターなチョコのバランスがいいんですけど、上のチョコクリーム系は不二家のチョコケーキみたいな感じの甘さでした。去年は食べることができなかったので、2年越しに食べることができて嬉しかったですね。嬉しいし幸せなショコラノエルでございました。ちなみに前日のクリスマスイブに百貨店に行ったんですけど、百貨店の食品売り場のところのお店のところがやばくて、スイーツゾーンですね、ケーキとかのところがもうクリスマスケーキの催事もやってるっていうのもあるし、普通の通常ゾーンとブースどっちも行列でめちゃくちゃ人多くて疲れましたね。それぐらいいつもと同じ商品をほとんど売ってる場合があるんですけど、それでもめちゃくちゃケーキが売れていまして、やっぱりクリスマスっていうイベントってすごいなと思いましたね。百貨店で購入してもよかったんですけど、やっぱり生ものですし、前日だったのでやっぱり無理かなっていうのと、距離的にもちょっと帰り道に崩れてしまう恐れがあったので、さすがにお高いケーキを崩したらちょっともシャレにならないからというのもあって、ちょっと今回はコンビニとか家の近くのコンビニとかスーパーにさせていただいたんですけど、いずれはねお取り寄せとかもやっていけたらいいかなと思いますけど、それまで僕もまだまだねこれからいろいろと頑張っていこうと思います。少しずつちょこ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 食べていく楽しさもありますし、一口で贅沢に一気に食べていく楽しさもあるので、やっぱりケーキはね人を幸せにすることができますね。すごいなと改めて思います。続いて同じくファミリーマートのケンズカフェ東京監修のガトーショコラを食べていきます。こちらは多分クリスマス限定の商品でしたね。しっとりねっとり濃厚な口どけの中でビター感も味わうことができて、これは本当に最高なガトーショコラでございました。やっぱりケンズカフェ東京監修なだけあって、チョコもやっぱり本格的で、これをコンビニで食べることができるっていうのは最高でしたね。ずっしりしていて濃厚で満足感もあるので、これはもう何回も食べていたいぐらい、シーズンを通して1年中食べていたいようなガトーショコラでございました。これが期間限定っていうのはねちょっと惜しいなと思いつつ、期間限定だからこそやっぱり買いたくなってしまうような、そんな魅力のあるガトーショコラでございます。これは本当に惜しかった。
今回は3つで約3000円といつもよりはちょっとリッチなラインナップとなっていまして、カロリーは2869キロカロリーでございました。重量は約 700g とあまり重たくはないんですけど、実際の量に対しては。ただでも満足感もかなり強いし、この最後のカットショコラがねやっぱり口どけよくてパサパサしていないので食べやすくてね、めちゃくちゃ濃厚でもう本当にずっと食べていたいぐらい美味しかったです。幸せです。チョコシリーズはおそらく春が始まるぐらいまでは続くと思うので、これからもぜひね楽しみにしていただいて見てもらえればなと思います。そして無事に最後一口を食べて完食しました。本日もご視聴いただきありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。アンドゥでした。バイバーイ。